ろしくお願いします。よろしくお願いします。放送局のボランティアをしようと思ったきっかけは何ですか？たくさんの子どもたちと一緒に触れ合いたかったからです。この子ども放送局のイベントがすごく楽しそうで、みんなも楽しそうにやってたのでやってみたいなと思いました。実際体験してみてどうでしたか？もう本当にみんな元気があったのでたくさんパワーをもらいました。私も自分もすごい楽しかったし、なんかみんなすごいキラキラしていました。今日は皆さんに会えてすごく楽しかったです。ありがとうございました。またみんなといろいろ遊べたらいいなって思います。じゃあ男軍団もよろしくお願いします。お願いします。ひげ剃んないんですか？今日の方感想教えてください。やっぱし子どもの笑顔は最高の活力になるんだなっていうのを改めて実感できたなと思います。子どもたち以上に僕たちが学ぶことが多かった気がします。元気さをいっぱいもらいました。放送局をしたきっかけは何ですか？隣の小川くんに教えていただきました。地元でこんな感じのイベントが今度あるんで、それの勉強のためにいろいろ調べて見つけました。これからインタビューをします。今日どんなことが楽しかったですか？みんながやり終わった時に頑張ったって顔をしてくれたのを見ることができたのが楽しかったです。みんな小学生なのにちゃんと役割を教えられると役割分担ができてしっかりお仕事できたのがとてもすごいなと思いました。今日頑張ったことは何ですか？風が強かったので資料やみんなに配るエコマネーが飛ばないように抑えるのが大変でした。頑張りました。好きな動物は何ですか？犬が好きです。私も犬が好きです。私も犬が好きです。お化けは好きですか？お化けは大嫌いです。私も好きではありません。私も嫌いです。普段のお仕事で大変なことは何ですか？普段は川上小学校の浜っ子でスタッフをしています。みんなが怪我をしないように見ていることに一番気を使っています。せーの、ありがとうございます。